まあまあ、そうです。お願いします。僕が小山で、俺が達だ。小山と達です、よろしくお願いします。いやあのさ、この前、はいはい、俺の女友達が、うん、モンスーンで付き合ったら立つって言っててん。ほう、そんなことあります？まあそんなこともあるやろね。いや絶対付き合ったら俺の方がいいと思うのよ。はどう思います？どう思いますって、それも聞かれてもお客さん判断できんやろ。俺らのこと知らんねんけど。いや判断できるやんか。は見た目で。なんやお前、だってこんなん爆弾おにぎりの恩返しでしょ。これ誰がよ来んのか。ほんな夜中にコンコン、昨日握ってもらった爆弾おにぎりですって、これが来るんか夜中に。ホラーやないかそんなもん。僕絶対こんなハゲてるやつには負けてないと思うんですよ。ハゲちゃうわ。ハゲじゃなかったらなんやねんそれ。プロジェクションマッピングや。はほんまはふさふさやけど向こうからハゲの映像当てとんねん。もうちょいマシな嘘つけや。ほんまやとしたら息合いすぎやからな。ありがとうございます照明さん。どんな嘘ついてんねん。それで言ったらないのお前の髪型だって。お前、いや別に今時のねかっこいい髪型ですよね。ダッサい髪型しやがった。風呂上がりのペリカン顔や。もっぺん言おうか。言わんでええよ。あの分かった上での死因やったから。だってその見た目とかじゃなくて俺の男らしい部分がええって思う人もおるやろ。いやお前全然男らしくないやん。絶対男らしいわい。男らしくないやろ。だって俺ゴキブリ素手で潰せますから。え、お前ゴキブリ素手で潰すの？余裕でね。それ普通男らしいっていうかキモいで。え、マジで？え、ですよね。え、ゴキブリ素手で触る男絶対嫌ですよね。絶対嫌。え、絶対嫌ですよ。ほんまに言ってる？うわ、お前ゴキブリ素手で触んねん。嘘でーす。うわ、キモい。マジで無理。ゴキブリとかほんまにマジで見んのも無理やし。うわ、きつ。めちゃくちゃきついわ。素手で触る人なんかいるんすか？絶対おらん。マジで無理です。あの、僕寝込みつけるのうまいっすよ。取り返されへんで。そんなんで取り返されへんか。取り返せるやろ。いや、絶対付き合ったら僕の方がいいです。だって僕、足めっちゃ速いんで。小学生やないか。大人でそんな言うやつおらんから。いや、俺ゴールデンレトリーバーと競争して買ったことあるから。あとあのシベリアンハスキーにも買ったことあるし、コーギーと柴犬にも買ったことあるから。お前琵琶湖湾王国走り回っとったんか。なんやそれお前、犬ばっか引きずれて。アホじゃないの。なんやねうるさいな。こいつねアホですからね。もうほんまにこいつと付き合うなんかないです。この前もねすっごい落ち込んだことがあって、大丈夫お前は一人じゃないって慰めてあげたら、え、俺って二人おんのって言ってました。普通そう思うやろ。普通そう思わんやろ。普通そう思うから。アホやねんお前、そんなこと思うやつがおるか。何やねんお前、いちいちうるさいな。もうええわ、もうどっちと付き合った方がいいのか。お客さんにアンケート取るわ。お客さんアンケート聞きますね。ちょっともし付き合うんやったら、うん、小山がいいかゴキブリ素手で掴む方どっちがいいですか。それで聞くな。もうええわ。以上漫才師でした。